9月14日、花泉町の香沢八幡神社の祭りが行われました。大門神楽は岩手県南から宮城県北に分布する南部神楽系統の神楽です。大門神楽はおよそ120年前明治時代に大門集落の農民たちが創設した集団で、その元になったのが大門地蔵尊に伝えられた法印神楽でした。江戸時代まで神楽は庶民が演じられない修験者たちの祈祷の舞でした。明治になり神楽が庶民に解禁されると、農民たちが舞い始め、地域の娯楽的要素を受け入れながら引き継がれました。南部神楽は地域の信仰と結びつきながら庶民が作り上げてきた郷土芸能です。南部神楽は舞人がセリフを語りながら演じることが大きな特徴で、セリフ神楽とも呼ばれています。また式前など旧来の演目にとらわれず、能や歌舞伎、地域の伝説や実話をもとにして創作された演目も多く、もう一つの大きな特徴となっています。それらに南部神楽のゆえんがあります。大門神楽は昭和53年に花泉町の無形文化財に指定されました。大門神楽の先人たちは明治の終わり頃、一ノ関の黒沢神楽に1ヶ月ほど特訓を受け、法印神楽の奥義を学びました。そして式前の伝統を守りながら新しい演目を充実させ、大正時代には北海道公演に出かける実力を誇りました。残されている通称神台と呼ぶ神楽台本にそれらの面影を色濃くとどめています。研究家の村上五郎さんが南部神楽について語ってくれました。私は非常に素晴らしかったと思うのは、法印さんや山伏神楽がやっていたああいう式前中心のああいう神楽を全く農民のものにしたみたいなものに、それはやっぱり素晴らしい地位だったと思うんです。で、ある地方に行きますとね、そういうことをやったのはオラの祖先だというようなことをおっしゃるけど、一つのチームがそういうことをしたはずじゃないです。やっぱ長い年月の間にね、あそこであれやるから、うちであれやんないかみたいなもので、様々に工夫したり、よそのものをね見て盗んだり、そういうことをして今のような形になっていると思うんですがね、法印神楽なんかがその式前中心の宗教としての呪術としての芸能をね、やっぱり全く庶民のものにしたという功績はね、やっぱ素晴らしいと思うんですよ。本祭りには地区に伝わる大名行列が香沢のかつての宿場町を練り歩きました。大門地区は農家61戸の集落です。10月になると稲刈りも本番でした。大門地区の子どもたちが通う香沢小学校で3世代の交流会が行われ、大門神楽が鑑賞されました。香沢小学校では大門神楽の取り舞いを運動会で集団演技として昭和55年から取り入れています。出身が東京だったので、すごく郷土色が強くて、
岩手らしくていいと思いますけど、私は小学校の時はオペラとかそういうものしかなかったんですけど、こういうのはやっぱりここじゃないとやらないですよね。これをこれに入れるわけ、こう、やったことない。昔の遊びも体験しました。和葉小学校では運動会の時に取り舞いっていうふうなことで5年生6年生が取り組んできてますけども、それ以外の部分の岡倉の演目等についてはほとんど知識がないと言ってもいい状態だったので、今回いい機会ではないかなというふうなことで、大門神楽会の方にお願いしたっていうふうなことになってます。やっぱこの地域で生まれて育って、まあ、大人になって離れていく子どもたちもいるとは思いますけども、心の拠り所というか、そういう精神の基盤になる部分っていうふうなことで、大人になってから思い出してもらえるなんていうのかしらね、ものっていうふうなことで、今年はいろいろそういうふうな昔の部分について取り組むっていうのが多かったですね。6回の中を振り返ってみると、八幡神社の神楽殿で奉納神楽の準備が行われていました。境内に祀られる小峰神社の祭りに神楽を奉納します。代表の小野寺渉さんも舞台装置の制作に余念がありません。小野寺さんは先代の師匠に昔ながらの演技を指導され、その形を引き継いでいます。大門神楽は大正時代より金剛金材に名を馳せる名門で、県外まで出向くほどでした。岩手県南や宮城県で行われる南部神楽の大会で数々の賞を受賞しています。神楽を奉納するときには必ず祠などに御神楽という取り舞いの一部を舞い、儀礼を尽くします。地区の人たちがご祝儀を持って神楽を見に来ました。オロチ退治は人気の高い演目で、毎年この祭りに演じられます。大蛇と激しく戦う場面は最大の見せ場。観客も固唾を飲んで食い入ります。スサノオノミコトを演じるのは代表の小野寺渉さんです。大門地蔵尊の祭りで子どもたちが取り舞いを踊ります。3回にわたって11人が練習に参加しました。小野寺さんたちの指導でみんな真剣です。演技会ね、
そういう時は必ず近藤先生もやっぱ踊らせました。やっぱここは神楽の里なんだぞと。でね、まあ、近藤先生もね、無事だったと思いますよ。だから時期はまず今までよりは最高行く時だと。4年生。どうしてまた踊ろうと思ったの？なんかいや、やりたくなった。なんか無性に。農作業も一段落した11月、毎年大文字造村の秋祭りが行われます。社殿で取り舞が奉納されました。あの頃はね、大蛇切りってね、あの一番の花形でね、それがなんていうかな、最後に出んだけども、それを見たくてね。集会場では母親たちが子どもの準備に大わらわでした。自分も参加してやってみたいと子どもね、出てきたもんだから、今回もね4年生2人までいるんですけどもね、そういう状態でね、これからもねどんどんね、頑張ってやってもらいたいなとね思ってるわけなんです。とね、子どもたちもね、そういうふうなこう踊りをやってね、一つの輪になってですね、それについてはね、こう地域ぐるみでね、そういうふうな状態やってるのでね、大変いいと私もね思っておる次第でございます。集落の人々も大勢集まり、子どもたちの踊りに注目しました。はい、少しなんか恥ずかしかったです。最後の拍手はどう感じた？やってよかったなと思いました。みんな見てて緊張した。どういう時が楽しかった？見ててもらって最後に拍手してもらって。今回どうして踊ろうと思ったのかな？なんか楽しそうだから。です。何を見てて楽しそう？なんか回ってるところが楽しそうだと思ったからです。実際やってみてどうでした？難しかったけど楽しかったです。お父さんのこう練習とかを見て、興味を持ってやってくれればなって思うんですけども、なかなかそういう機会もないんで、こういった機会っていうのはすごくいいと思います。白浜神楽が岩戸開きの演目を披露しました。渡る先生の自分の間で、プラグからもっともっと若い人たちをね入れて、そして稽古にしていただきたいと思ってます。大門神楽に寄せる地域の人々の思いは深く、小学生たちへの期待も膨らんでいるようでした。